皆さんこんにちは。ね、今配信が始まったんですけど、はい、急に配信始まった瞬間こんにちはって言ったからだいぶびっくりされてた。確かに急にスイッチ入ったなって思われちゃって。皆さんこんにちは。本日はね、はい、テレ東プレゼンツ映画デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション全勝公開記念、はい、テレ東ブスクソヤバイステージお越しいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。さあ本日進行を務めさせていただきますウエンツエイジです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。さあそして同じく司会進行を務めさせていただきますテレビ東京アナウンサーの藤井由衣です。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは早速本日のゲスト、はい、登壇者ご紹介したいと思います、はい、小山角出役生田リラさん、よろしくお願いします。中川オーラン役あのさんです。お願いします。よろしくお願いいたします。さあ生田さん、このアニメジャパンのフェス の雰囲気いかがでしょうか。はい、いやもう本当に皆さんの熱気がすごくっていろんなところで大盛り上がりなのが伝わってきます。そうなんです。もうどんちゃん騒ぎですよ ね。もうまだやっぱ周りはまだ見てないですか。まだ見れてないです ね、うん、ね。あのさんいかがですか。なんかカオス声張んないとなっていう感じです。お祭り本当ありがとう。本当声張んないと2人が俺口パクしてるみたいにねマイク使ってるのにねしっかり張ってもらわないと、はい、そうなんですよ。もうこれだからアニメフェスでそれぞれのブースが相当盛り上がってますから、ね、ぜひともこのテレ東ブースクソヤバイステージも盛り上げていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあそして映画デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション全勝ついに昨日公開ということで、はい、まず改めましておめでとうございます。おめでとうございま す。そして先ほどまで舞台挨拶に出られてたということなんですが、はい、お客さんの反響雰囲気いかがでしたか生田さん。はい、もうすごい皆さん期待してくださっていてすごく見た後の方々だったのですごい楽しかったよっていうのが表情で伝わってきて嬉しかったです、うん、あのさんはいかがでしたか。なんかみんな交渉を早く見たいっていう声がすごい多くて、ね、それぐらいドキドキハラハラな展開で届けれたんだなって思って嬉しいです。どうでしょう、そのみんなに見てもらうまで公開されるまで緊張とかはありました。ありましたね。やっぱり本業がやっぱりミュージシャンっていうところもあるのでどれくらい受け入れてもらえるかとか門出と音端にどれくらいハマってるって思ってもらえるかっていうところやっぱ緊張はありました。あのさんはどうでした。ドキドキもあったけど早く見てほしい、なんかワクワクのが多かったです。ねどうでしょう、この会場でもう見たよという方、見たよって方、うわすごい、もういい、昨日公開したばかり、もうだってもうパンフレットも持たれてますもんね。正直いい感じで見てない人がいっぱいいていいっすね。そうですね、ちょっとリアルな感じで、まだ初日過ぎたばかり、しゃべりがいがある。ぜひともここでこの世界観をね、はい、いっぱいねこうお話ししてもらって、はい、劇場に足を運んでもらいたいなと思います、はい、では改めてこの時間はお二人にデデデデの魅力をたっぷりお伝えいただきたいと思います。さあそれではウエンツさん、はい、まずはこちらですね、行きましょうか、はい、イベントのタイトルにもなっておりますクソヤバイ、これをキーワードに、はい、ステージ進めていこうと思います。まずはこちら、世界観がクソヤバイでございます、はい、この会場は、まあ、先ほどもちょっと手を挙げていただきましたけれども、まだ映画見られてないという方も、ね、もちろんもしかしたら作品のことを実はまだ知らないという方もいらっしゃると思いますので、まずは一からこの作品についてご紹介していきたいと思います。とりあえずさ、世界観クソヤバイは合ってますか。合ってます、はい、クソヤバイヤバイヤバイ、あのさんが言うヤバイはもう相当ヤバいよね。そう、僕が読んだから間違いない。間違いない。確かに。クソヤバイ。はい、クソヤバイ。どんな世界観なんでしょうか。はい、ちょっと見ていきたいと思います。あらすじですね。共感性の高いストーリーを圧倒的な画力で書き出す漫画家浅野いにお先生。その真骨頂ともいえるデッドデッドデーモンズデデデデデストラクションは2014年に連載が開始しました。はい、唯一無二の世界観、もうヤバい、クソヤバいっていうね、すごいありましたけれども、ファンのみならず世界中のコミック通をうならせ続けまして、その作品が今回アニメ化しました、はい、まあ、前後編の長編アニメーション映画として昨日ですね、はい、3月22日
に全焼が公開となりました、うん、東京でハイテンション女子高生ライフを送る小山門出とオンタンこと中川オーラン、この2人がですね、うん、学校や受験勉強に追われつつも毎晩オンラインゲームで盛り上がるこう2人が暮らす当たり前の日常なんですけど、うん、その街の上空には3年前の8月31日に突如宇宙から出現して未曽有の事態を引き起こした巨大な母艦が浮かんでいたんですね、はいはいはい、あの非日常が日常に溶け込んでしまった東京である夜悲劇は起こった。2人と世界は加速度的に破滅へ向かっていくというストーリーになっております。伝わりました？これで今ので分かったかな？伝わりました？分かるかね、今ので。一応あらすじとしてお伝えしたんですけれども、どの辺がやばい、生田さん的には。やっぱ人類滅亡しちゃうかもっていうところじゃないですかね、うん、ね、うん、こう、まあ、普通の女子高生というかそこも普通じゃないような気がするんだけど。はい、あのちゃんどうですか、これ世界観やばい、うん、いや本当に破滅へ向かっていくのに、なんか僕たちが演じたキャラクターはなんか平凡な日常をひょうひょうと過ごしてる感じが怖い。わ、うん、かる。、うん、あの破滅に向かってってんのに日常でいられる人の感覚が一番やばいよね、うんうん、こうリアルかつやばい。そうだから実際本当にそういうことになったら慌てて日常をこう楽しもうとするのか、何なんでしょうね、生田さん、あの感覚って。そうですね、でも本当に作品中の2人みたいにきっと当たり前を大切にしようって気持ちになるんじゃないかなとは思いますね、うん、そしてこうとてつもない不思議なものが現れてもそれが日数が経つとなんか当たり前になっちゃうっていう、うん、当たり前の怖さ。そうですよね。あのちゃんどうですか、その辺は。でも本当あのファンタジー要素もあるけど僕たちの生活でも起こりうるじゃないですか。確かに、ね、急にこう常識が変わってって、うん、それが僕たちがそれに合わせていく生活が当たり前になっていってるから、うん、結構リアルだから、うん、アニメなのにちょっと共感というか怖さがあって、うん、絵はめっちゃ可愛いんですけど。そうなんですよね、それが大好きです僕は、その絵の部分ですよね、はい、あの、うん、今回 あのイラストですけれども、アニメーションディレクターにはですね、あのサイコパスシリーズの演出を手掛けました黒川智之さん、はい、そして脚本にはバイオレットエヴァーガーデンシリーズの吉田玲子さんなども大ヒット作品を輩出してきたスタッフ陣が一挙集結しました。はい、まあ、もう今お話もありましたけれども、なんか母艦があるっていう風に聞く、宇宙がっていう風に聞くと、ね、ちょっとこう本当に非日常な感じがしますけど、まあ、コロナ禍もありましたし、なんかこう、うん、何か一個の何かでこう世界がガラッと変わってしまう、日常がちょっと変わっていって歪んでいくみたいなのっていうのは、うん、意外とこう私たちにとってもスッと入ってくるテーマなのかもしれないですね。先ほどね、あのさんがおっしゃってましたけど、そういう日常が変わっていく瞬間って実はあったりしながら、うん、それが当たり前になっていつの間にか忘れていくっていう瞬間を、まあ、思い出させてくれる作品でありますけども、ね、うん、原作を初めて読まれた時どのような感想を生田さんお持ちになりましたか？はい、やっぱりこの浅野さんの作品のこの絵力っていうのがもう最初ページ開いた時からものすごくって、もう人物の表情とかそういうところもそうですし、今回はやっぱり母艦だったりいろんなこう建造物の細かいディティールがもう大迫力で、まずそこに目を奪われますし、やっぱりあの浅野さんの作品のや言葉の強さっていうところがやっぱり人生を変える一言とかセリフがたくさんあって、やっぱりそれがもう大感動で、やっぱりそこが魅力なんじゃないかなってすごく思いますね。あのちゃんどうでしょうか？いやもう今言ってくれたけど、言葉の力がやっぱすごいなっていう、この唯一無二なこの漫画ならでは、このデデデならではの言葉遣いというか、それがあの新鮮だったし、あとなんかやっぱりこうほのぼのとしたところの中になんか容赦なくあの残酷さが入ってんのが気持ちいいなみたいな、うん、読み終わってなんかすっきりする感じがありました。じゃあもう最初読んだ時からこの作品のこう虜になった、うん、そうですね、僕はその瞬間があって、はい、もうこれだけでもね見てみたいという方、もう見てみたい、読んでみたい、ね、と思うかと思うんですけれども、ご紹介していきたいと思います。さあ続いていきましょう、はい、続いてはこちらです。キャラクターがクソやばいということで、はい、まあ
改めましてお二人が演じられました門出とオンタンについて伺っていこうと思います。 まずは小山門出、はい、門出ちゃんについてですね。はい、作中で登場する国民的漫画磯部屋を愛読し担任教師の渡瀬に思いを寄せる女子高生ですが、生田さん、門出というのはご自身と比較してどのようにこう演じられましたか？はい、そうですね、本当に門出ってこう本当にどこにでもいるようなというか、すぐそばにいる本当に女子高生、平凡な女子高生っていう感じなんですけど、でもいろんな背景を背負って生きてきて、でこうなんだろう、いろんなこう喋る相手、家族だったり好きな人だったり温暖の前でだったり、そんないろんな出てくる登場人物とそれぞれでなんかちょっとずつ態度が変わるというか、なんか一つこう自分の中にフィルターがあって、それを通して誰かに何かを伝えたりっていうようなキャラクターで、演じる時もそのちょっとしたニュアンスが難しかったんですけど、でも私自身もちょっとこうどこか人によって自分では無意識なんですけど、こうなんか喋り方だとかちょっとしたなんかニュアンスを変えながら喋ってる部分はどこかあって、なんか自分自身の経験とも少しずつこう重ねながらこう演じてたところもあったかなと思います。ご自身の高校生の時って、うん、はい、どんなだったんですか？そうですね、やっぱりもう高校生の時は音楽活動始めていて、はい、夢を追っていたので、うん、とにかくもう今すぐにでも歌手という夢を叶えたいっていう気持ちがすごく強くって、うんうんうん、路上でライブしたりとか、はい、ライブハウスで歌ったりとか、そういうすごいなんか学校の中っていうよりも学校の外で活発的にこう動いてた高校時代だったので、うん、なんかいいなと思います。2人のこのほのぼのとした放課後に遊んでる感じとか。そうですね、はい、だからある種そのなかなか高校生でそこまで夢を持って活動してる、うん、友達とかそんなにいなかったんじゃないんですか？そうですね、でも近い存在の子で女優を目指してる子がいて、その子とはこう分かり合えるところがあって、すごくこうそれこそ温暖と門出みたいな絶対的な関係みたいな2人、はいはい、人がいて、その人のおかげで高校生活乗り切れたなっていう部分はあるので、すごい共感しますね、はい、なるほど、さらっと説明しましたけど、国民的漫画磯部屋を愛読しって何なのっていう磯部屋何なのっていうね、でも結構大事な磯部屋、大事なところ出てきます ね大事なところですし、結構後々キーになってくるので、うん、ちょっと注目して、はい、見ててほしいですね。磯部屋を忘れずに見てもらいたいなと思います、はいはい、続いてあのさんが演じる中川オーランについてです。門出と小学校以来の親友で、戦争ゲームオタクゆえ日常的に寝不足の女子高生、まあ、ハイテンションなところもありますけれども、あのさんはこの温暖を演じるにあたってどのように考えられましたか？本当ハイテンションなので、結構僕とはまたちょっと違うんですけど、ハイテンションでずっとこうもう早口で、うん、意味わかんないオタク用語使いながらバーって喋るんだけど、はい、でもなんかそれが表面的なものでもあって、その奥深いキャラクター、いろんな心情を抱えながらその門出に対してのあのパフォーマンスであったりするから、そういうのはなんか声のニュアンスとか、ずっとうるさいだけだとあれだから、ちょっと強弱つけたりリズム感をこう調整したりっていうのは音楽と似てたので、なんかやっててすごい似てるなと思いながら、音端の声はやらせてもらいました。実際ね、世界観がすごいっておっしゃってました。最初原作読んだ時に、温暖この作品の中で どんな立ち位置でいたいなとか、そういうのはありました？でもやっぱりその悪役ではないんですけど、こうちょっと門出以外の子にはどう思われてもいいような突拍子もない発言をガーッとしていくけど、やっぱり門出にとっての絶対的な存在でなきゃいけないから、ドンとしていく置きたいなっていう構え、ちゃんと安心感はあるキャラクターにできるようにはしたいなっていうとこと、やっぱどうしても憎めないっていうところが魅力だから、それは絶対表現しなきゃいけないなって思ってやってました。温暖はね、なんか
ついつい目がいっちゃうというか、そうですね、なんかしでかすんじゃないかっていうね、期待感のあるね、はい、かわいいキャラクターでございますけれども、はい、もうこの主人公2人ももちろん印象的なキャラクターでありますけれども、はい、他にもたくさん登場します。特にチェックしておきたいキャラ、お二人誰かありますか？私たち、うん、あの中川博推しでして、はい、中川博推し、はい、温炭のお兄ちゃん、お兄ちゃんね、なんですけれども、はい、なんだかこうちょっとふっくらした顔立ちのことですよね、はい、もうあの人ができすぎている、うん、もう博推の放つ言葉にもう原作の漫画の時も胸を打たれ続けてたんですけど、はい、アニメになって映画になってさらに響くのでもうさらに大好きになっちゃって、あの、うん、響くけどさ、なんかちょっと笑っちゃうっていうかさ、そうですね、面白いでしょ、あのちゃんそこでしょ、そう、本当になんか自分は暇じゃないんだとか言ってその SNS にいるあの自分意識高いですよ系を探し出してそのあの怖いあの心霊写真を送るので忙しいとか言ってるのが面白 い、 いや自分のお兄ちゃんに欲しい、欲しい、そうあの顔でしゃあの声喋られたらずるいわ、そうイケボでめっちゃイケボで、ぜひ推しのキャラクターもね、はい、チェックしてもらいたいなと思います。ぜひ他のキャラクターもたくさん特徴的なのから見ますので見ていただければと思います。さあそれでは参りましょう、はい、続いてはこちらです。キャスティングがクソヤバいということで、まあ当然それはお二人筆頭にね、はい、素晴らしいキャスティングなんですが、うん、どうでしょう、まあ生田さんから門出というキャラクターが、まあ、決まった時どんなお気持ちでしたか？そうですね、やっぱりすごくファンの方の多い作品ですし、連載も長かったものなので、もうみんなが待ち望んでいた映像化っていうところで主演をやるっていうその責任感というか、しかもやっぱりアニメ映画ってめちゃくちゃたくさんの方の労力と時間とを費やして出来上がる作品なので、もうしっかりみんなの思う門出にぴったりハマっていかなきゃっていうその責任感もありつつ、でもワクワク、やっぱ物語がすごいもうワクワクが詰まってるので、しっかりそこに自分のワクワクも乗せながらできたらいいなとは思ってました。はい、そしてあのちゃんはいかがでしょうか？僕あのオーディションなんですよ、そのプロの方々の中交えて3日前とかに急にオーディション行けって事務所の人に言われて何も準備もせず、もう音端だけの声を自分でやってみたら、そこにいる大人の人たち僕あんま知らないし、うんうん、全然挨拶もなんかまともにしないで、うん、あ、ありがとうございました、挨拶はしてね挨拶はしてよなんかその絶対受かると思ってなかったし、うんうん、そしたらあの受からしてもらって、いやいや、なんかあってことは主演初めて声優やるのに主演かみたいなのでぐっと気を引き締めてやらなきゃなという、嬉しかった。結構音端はこんな感じで行こうっていう準備をしてオーディションに臨んだ感じ？いや、準備という準備はあのバラエティやっててできなかったんです、その時でもあのなんか自分の中でこうかなみたいなのでやりました。その時も小学生時代と大人両方やって、そう、でもそのまんまです、あの今回声入れてるの、ね、変えてない。じゃあもうバッチリだったってことですね。大人たちのリアクションは最初どうだった？やった時見るじゃん、え、なんか悪口言ってました、多分悪口言ってなんか勤め面だったもんしかなんかそういう顔するよね、オーディションの人たちってね。でもそしたら後々聞いたら満場一致で決まったらしくて、じゃあそういう顔してほしいよね。そうだよね、いいなって思ってたけど、こうちょっとこうもんったら顔してたんですよね。いやいやいや、生田さんもね、そうやって高校時代いっぱいオーディションもね通ってきてるでしょうか、ね、なんでなんでしかめ面なんでしょうね。なんでしょうね、それが仕事みたいな、ね、感じなんでしょうかね。ああ、お顔に出てますよね。門出とオンタンみたいな会話になってるから今ズバズバ切ってね言ってますけど、はい、でもやっぱり一番聞きたいのはお二人でやるってお互い知った時は、うん、生田さんいかがでした？いやもうオンタンとあのちゃんをイメージした時に
これ以上ハマる人いないだろうって思っていたし、うん、あのまあ、実際に聞いてももうあのちゃん、オンタンはあのちゃんしかいないって思えたし、うん、やっぱ一緒にやるってなった時にお互いにアーティストっていうところでの主演2人っていうところで絶対にこう音楽をやってる者同士だからこう分かち合えるものとか、うん、こうなんていうのこうコンビネーションっていうのが絶対あるなと思ってたのでその辺をすごく大事にしながらアフレコを望みたいなとは思ってました。うん、うん、そして実際現場には浅野先生もいらっしゃったということで、あのちゃんいかがでしたか、 原作の、ね、先生がいらっしゃっての、うん、いやちょっと現場来すぎかなってぐらいそんなに何度もいらっしゃったんですか、もう毎回ぐらいいてくれて、いやもうそれ楽しかったんじゃない、うん、絶対思い出もあったでしょうし、ね、う安心してできました、ね、うん、結構話は聞いたりとかそういうのはありました、なんかこれと言ってこうアドバイスみたいなのはしないでくれて逆に自由にやってって言ってくれましたね、じゃあもうでもまあ、よっぽどなんか素敵だと思われたんでしょう ね、当然ね、まあ、昨日出来上がって皆さんご覧になっている方もいらっしゃると思うんで、うん、はい、あ、多分浅野先生も楽しくて楽しくてしょうがなかったんじゃないかなと思います。さあ、さあそれでは続いて参りたいと思います、はい、こちらです。音楽がクソやばい。もう本当に先ほどからお話ありましたアーティスト同士だというお二人ですけれども、そのということで前哨の主題歌があのフューチャリング生田リラぜぜぜ絶対正義、そして後哨主題歌が生田リラフューチャリングあの青春オーカーということで、まずはこの主題歌をお二人で歌う、まあ、それぞれあの前哨後哨とありますけど、ね、二人で歌うっていうふうに決まった時の感想はいかがですか。面白いっすよね、うん、いや私たち2人じゃなかったらこういうことになっていなかったのかもって思うと、ね、もうすごい良かったなって思うし、なんか全然音楽の毛色が違うので、うん、一緒にやっていくときにお互い全く違う一面を出せるんじゃないかと思ったら、うん、なんかすごい制作意欲でもうすぐバーッと書き始めてっていうぐらい気持ちでしたね。あのちゃんはいかがでしたか。いや僕もやっぱり全然あの性格も真逆だったりしそうだったんで、あのやっぱ普段見れない生田さんの魅力が出せればいいなって思って楽しみでしたね作るときは、はい、うん、実際そのぜぜぜ絶対聖域あのちゃん、うん、その、まあ、楽曲出来上がってみてどんな感想を持ってます。いやもう本当に自分の持ち曲の中でもすごい大好きな曲になったし、やっぱあのすごい悪い二人らを出せたなっていうそのデスボというかシャウトをかっこよく決めてくれてるので、それは必聴です ね、うん、ね。さあそして生田さん、はい、青春オーカー、まあ、先ほどねうわこうもう書く意欲も湧いて、うん、ということもおっしゃってましたけど、うん、はい、完成してみていかがでしたか。いや本当にずっとあのちゃんの声を思い浮かべながら曲を書いていたので、実際に歌載せてもらった時にも感動して、門出と音端のソングが完成したってなって、これは第2章の交渉の方のエンディングなので、やっぱりそれ皆さんが全ての物語を見終えた時にこう浸れるような納得できるような楽曲にきっとなったんじゃないかなと思います。逆にぜぜぜ絶対正義の方はいかがでしたか歌ってみて。いや初めてそのシャウトっていうものを音源の中でやらせてもらって、いや本当悪いくたりらを引き出せてもらえたのは、うん、これは新しい挑戦だったので、うん、青春音歌でもやっぱり私の楽曲ならではの柔らかさみたいのを、はい、あのちゃん普段こうの楽曲からはない部分もよもう一回出せたらいいなみたいなふうに思っていて、はい、柔らかあのちゃんを、柔らかあのちゃん、悪いくたりらと柔らかあのちゃんをお互い出せたかなと思います。柔らかあのちゃんは出ちゃいました。ダダ漏れです。ダダ漏れですか、はい、だいぶ出してもらいました。優しい気持ちになるあったかい曲なので、はい、はい、やっぱ歌ってみてちょっと普段とは違う感覚がありました、うん、なんかやっぱり発声の仕方が変えないとどうしても歌えない部分がある曲だったから、うん、必然的にいつもと違う感じで新鮮で楽しかったです。はい、ぜひねその辺も曲も曲まで2人がコラボレーションしてるのも楽しんでもらいたいと思います。はい、さあでは改めて映画デデデデについてのお知らせでございます。はい、映画デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション全哨は昨日から全国の映画館で上映中でございます。全哨の主題歌
アノフューチャリング生田リーラーゼゼゼ絶対世紀もシングルパッケージで絶賛発売中でございます。はい、そして映画デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション交渉は5月24日金曜日から全国の映画館で公開します。生田、はい、リーラーフューチャリングアノ青春ウォーカーもシングルパッケージで4月17日水曜日に発売です。こちらはですね、浅野イニオ先生による書き下ろしイラストが使用された7インチ紙ジャケット仕様で2枚のジャケットと並べることでこう1枚絵が完成するので、ぜひその2枚両方ともどちらもチェックしてください。以上、映画と CD のお知らせでした。さあ、というわけであっという間のお時間となってまいりました。本当にこれがラストの一言になるんですが、はい、もう全ての思いの丈を、はい、配信をご覧の皆さんと会場にお越しの皆さんにお伝えしてもらいたいと思います。じゃあまずは生田さんからお願いいたします。はい、この人類が滅亡しちゃうかもっていう危機的状況の中で、門出と温暖のように最後の瞬間までに何をこうみんなが思うのかとか、こう何を大切に生きていくかっていうところをきっと考えるきっかけになると思いますし、もう何より2人のやり取りが愛くるしくてきっと大爆笑しちゃうと思うので、このクソやばい世界を堪能してもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございま す。さあ、それではあのちゃんよろしくお願いいたします。はい、あの本当に自信を持って、このアニメに携われたと思ってるので、ぜひクソやばいので皆さん見てください。はにゃにゃふわよろしく見てね。ありがとうございます。ということで本日のゲスト生田リラさん、あのさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。盛大な拍手でお送りください。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。